はい、定食後6日ですね。昨日あたりからだいぶ木の様子が変わってきて、まあ、ちょっと活着したのかな、根っこが動いたのかなっていうところで、今日が、まあ、5日目ぐらいからそういう変化が出て、今日6日目、はい、気づきました。こちらはですね、アンナプルナ元声でやった一作ですね。そしてですね、この子はですね、あのハチドロの周りに、はい、アンナプルナガタムやったところです。そこの部分の成長がいいです。はい、ちょっと気になったのは、まあ窒素リン酸カリと入ってますんで、この辺が効いただけなのかなと思ったんですけど、まあこれなんかすごい立派ですね。出入り口付近で結構寒いところなんですけど、葉っぱが大きい、あちら側もそうです、こっちも違うんですけど、はい、全然違いますね。はい、分かんないですね。なのでちょっと測りを持ってきます。はい、メジャー持ってまいりました。これなんか出入り口付近で寒いところなんですけど、これ葉っぱでかいんですよね。これ13センチあります。はい、 13.5 ぐらいありますね。あります。そして同じ位置、この辺のこれですね、11、はい、11しかありません。はい、これもかな、これでっかいかな、 11.5 ですね。 11.5、 やっぱりですね、パッと見でもうこっちの方が生育がいいなと。はい、ってことで今日朝ですね、かぼちゃの葉っぱ下の取ってる最中に、まあ、全体的確認したんですけど、まあ、ここのアンナプルナ固めした部分だけが、まあ、明らかにですね、目に見えて生育が良かったと感じました。はい、以上です。皆さんはどうお考えになりますか。じゃあまた。ちなみにこちら森のフローラ2、はい、もうこっちとこっちとこっちと大差ないんで、あまりあの変化、目に見えた変化なかったんですけど、これは 12.5 ぐらいありますね、葉っぱ。うん、でこっちも12、うん、だから大差ないんですよね、12、12.5。 うん、